まあ私も今日のために割と頑張ったけどね。さすがの感性すぎる先輩も魅了されちゃったっすかね。そうっすか、そうっすよね。ほんと頑張ったんで感謝してくださいよね。この機会逃したら浴衣の女の子と遊びに行くとか先輩には一生なさそうっすもんね。かわいい。今日は誘ってよかった。来てくれて本当にありがとう。ごめんすぎっす。わかったっすか。あぶね。もう先輩、もう落ち着け、ふざけ。